ただゴミを拾ってるだけなのに、かっこいい。つまんないな。神宮君は剣道をやっていて楽しい？お願いがある。君の弟子にしてほしい。ねえ、全然人来てないじゃん。つか5 4 3。みんなから似合ってる。1。リオン君すげえ。親子を花岡藤雄、アンテナ張っといて。了解です。それだな、他の一派の動きにも注意しとけ。油断なんねえからな、このスズランは。あの、あんた誰？親子さんね、花岡不二雄だよ。親子？つうわけで、スズランのラオウ一派もこの喧嘩に参戦する。結構やられてんじゃねえか。同じとある人として恥ずかしいな。なんでスズランか。疲れた。大丈夫だよ。何考えてんだよ。どうぞ。金なんかいらねえ。ヤクザと付き合ってるなんて強引にでもあんたなんかと関わらせたくねえって思って当然だろ。こっちの世界に手出しちゃいけねえって分かってんなら、どいつもこいつも狂ってる。俺も柳建設って詐欺容疑で騒がれてる。うん、よく知ってんな。さすが有能。お前耳弱いな。カプラギ、黙ってろ。え、待って。こんなとこで。いや、こんなんじゃ入れないね、ジェンが。あ、それでもね、構造が違う気がする。確かに、なんかちょっと違う。ジェンがこれでしょ。これや、すごいね。あんな即興だったのに覚えたんだ。ホストすぎた。とりあえず全部いっちゃう。行っちゃいましょう。ちょいすく。しかも玉ねぎ先に行きます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。そうだ、うん、ちょっと思いついちゃった俺、うん、机作りましょうよ。机作る。すぐ作ろうとするじゃないですか。なんか創作意欲すごいな。今まだもうめちゃくちゃ借りで、ね、全然いいもん。
今君たちに踊れる能力を授けた。マネキンナイトフィーバーと人間が混じっています。それはエンターテイナー。なるほど、そこからたくさんの人を笑わせてきた。つまりミステリアスの特技はバーテンダーだ。股関節が柔らかいわ。レディーの特技は股関節がゆっ、あ、お金が出たわ。そらこの中にいる元人間は私。あのな、俺も言うわ。みんな適当。どうしたの。聖なる爆音で札束をぶっ飛ばす。